おい、やばいぞこれ。早い早い、さすが田中。おい田中、俺らの家作る前に田中の家作るのかよ。ね、そうだよもちろん。いや田中大好きかよ。田中の家を作んないとね。ちなみにペイントし、ガラスはこの世界あるんですか。ガラス調べてみますね。シルトっていう、なんかバニラで言うと、まあ砂ですよっていうものがあるみたいで、へえ、それを燃やすとできるみたいですね。うん、マッド。あ、泥なんだ。マッド。あ、シルトあったよ。え、これだ。嘘。どれ？これ沈むやつがそう。これ。え、これシルト？うん。これシルト？うん。あ、本当はもう砂の音するわ。砂の音する。崩してて。あ、本当だ。あ、これを燃やすとなんか黒い感じのちょっと暗い、ガラスができるみたいですね。へー。あ、一応もうなんか、あ、バニラでできることはこっちでもできるようになってんだ。素材が違うだけで。まあおそらく。焼けてる焼けてる。トンボうっせーなマジで。叩かれたんですか。トンボだと思ったんですが。トンボさんのトンボだと思った。おーおーおー。いやもういいわ、だからもう。アンコウに狙われてる。フィッシュフィッシュ。おお、上がってくんねよ。ピチ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 。おお、ピチピチしてる。焼け焼け、焼いてしまえ。火ダメージで。ナイスナイスナイス。ダメだって、返したらダメ。あ、ナイス。ザコが。ザコが。あ、ガラスできますね。できますか？これは素晴らしい。シルトグラスって。板ガラスにもなるかな。ちょっと暗めの、ね、暗めのグラスが。暗めな感じ。美しい、結構でも縁がほら、あーなるほどね、はい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 、配置していただくと。あ、本当だ。そうですね。あ、でも6枚にしかなんない。そう、6枚なんですね。かなり損なんだ、バニラと比べたら。まあ、6が6に変換されるみたいな。一緒か、一緒。バニラ16枚になるけどね。簡単な家にしましょうか、次回は。そうですね、次回家を建てる。今日言ってましたけどね、家建てるって、ね、来週も絶対見てくれよな。その何終わり方、アニメみたいな終わり方なんだよ。え、待って待って、え、何。あ、田中子供産んでない。あ、違う、これはね、確かにここら辺で生まれたカエルだと思う。外にもいた。あ、本当。そうそう、なんかね、ちょっとさっきね、あの湧き潰しというか、あの、出れなくなってる人がいる。助けて。ブロック積んで。上がれた。ギリギリ。危ねえな。今落とそうとしたら。してます。正直。いいですか。湧き潰ししときました。さすが。そしたらなんかね、動物が湧くようになった。はい、なんか害のない餌になる動物たちが湧くようになった。なんとなく。それはあの。ブラブラとかいう、はい、ライライってやつはもう湧かないってことですね。ライはね、ライ最近湧いてないから多分効果あるんだと思う、ここら辺に刺したことが。いやー、ナイスです。うん。そして今回からガイドブック、はいはいはい、クラフトガイドブックっていうのを入れたので、多少レシピ、これ全部乗っかってないんですよ、このモッドの。かっこいい。なんかね、乗っかってないんだけど、まあなんか剣がこうやると作れるとか、モッドならではのレシピが結構乗っかってたりするんですよ。そんな中で私、面白いレシピ見つけたので、こちらでご紹介したいと思います。さあ、こちらへどうぞ。なんだって、あれ、今日なんか準備良くない、ね、やってあるからね、ちゃんと。いつも僕代理なのに。いいですか、そこら辺の水から、はい、なんか水面から草が出てるじゃんよ。はい、出てますね。それを刈るとなんかね、現世のサトウキビ的な感じで焼けるんですよ。サトウキビ焼けないけど、まあこれ1個で砂糖になったりするんだけど、これ焼けんの、これ。ほう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 。草なのかな、これ。草を焼いて干し草的な感じになるんですよ。ドライの乾燥。これを4つじゃいきます。これ、これでポン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 。ほら。え、何それ。ドーナツができました。食べていいよ。テイストグッド。やった。今お腹減ってる。減ってる。結構回復するんだ、それ。どう。うまい。だから時間差があったのか。急いでエコに。なるほどね。いやいや、正しい使い方それは。あ、よかったよかった。ロープぐるっと囲んで真ん中に置くタイミングと。あ、できた。お、あ、何それ。
なんだろうこれ、手に入れた。知らねえのかよ。知らない、ケービングロープだから。うわ、やばい、やばい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 。あ、何、あれ見えてないの、ペンちゃん。なにこれ、なにこれ、なにこれ、え、それは一体何ですか。俺が知りたい。知らねえのかよ。これ何、え、あ、壊しても、あ、消えない。なんだろうか。ともさん、これ回収の仕方わかるんですか。わかんない。あ、右クリックで回収できる。回収してほしい。なんか右クリックしたら今回収できましたね。なくなった、なくなった。あ、いいね、いいね、いいね。あ、あ、はい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 、はい、回収して、回収してオッケー。これ何使うの。垂直移動に便利になるんじゃないこれ、きっと。え、ちょっと木につけてみていいですか。いいよ。ケービングロープだから洞窟のロープってことでしょ。スーッと巻ける。巻けないけど。どうやって使うのこれ。お、え、え、え、こうやっていくじゃないですか。ケービングっていうのは多分洞窟のロープ、わかんない、場所がわかんないときに。そういうことか。道のどっから来たか分からせるってこと。そうそう、ほら、こうやって、ほら、そう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 、暗い時とか、この先にペンちゃんがいるっていうこと。そうそう、そうです、そうです。出てくるよ。あ、お、来ちゃう。だから例えばこうやってここに、トモさんの体めっちゃ汚くね。嘘、本当だ。ねえ、なんでその汚いの。汚れてる、なんで、なんで、なんか汚っ、汚っ、なにこれ。トモさん？え、その自分で書いたわけじゃなくて？書いたわけじゃなくて、多分この世界に汚染されてる。汚ねえ。なにこれ。からちゃんと風呂入れよ。風呂だって、ちょっと待って、休めるところがないこの世界には。そしてまたさらにあの調べた成果、そのあと2つあります。はい、ちょっとこのワークベンチご覧ください。かまどですよ。かまど真ん中に置きますね、はい、その真ん中に置いたかまどの周りにさらに石をぐるっと並べると、はい、なんだこれは。デュアルかまど。え、デュアルだそうです。2つある。おー、すごい、ほんとだ。2つ、あー、すげえ、2つ。完全上位互換だこれ。おい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 、なんでそんな勉強してきたんだよ。デュアルかまどやで、これが。なんでそんな勉強してんだよ。いや、調べてきたよ。より良い異世界生活にするためにね。ああ、さすがだな、本当に。変わったな、トモさん。そうでしょ。そして、まだあるよ。調べなかった。はい、まだ、まだあんの。まだありますよ、この。嘘でしょ。前回見つけた。すごいってか、開いたら。何？うん、すごい。あれ？ペンちゃんもちょっと汚れてきてるよ。え？本当に？うん、なんか汚れてる、体。汚い？汚い。あ、元からだ、ごめん。おい！これがね、はい、ほら、ほら、見て見て見て、ええ、ハサミ、すごい、ハサミになりました。多分ここら辺の草とかをそのまま残せて枯れるんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。それは草。あれ？できないよ。それは草。え？さすがにできないか。でね、その、なんかモスっていう苔、はいはいはい、モスバーガー、モスバーガー美味しいけど、苔が手に入ればベッドができるんだって、この世界。あの羊毛と同じ配置で、そう、モス、苔が欲しいんだよ俺。どこにあんのかなと思って。どれだよ苔。まず水の中じゃないんすか苔。俺ここら辺でハサミ使えば苔が手に入るのかなと思ったけど違った。貸してくださいよ、俺が見つけてみせます。やばい、この腰草ドーナツマジでありがたい。俺これやりたかったんだよ、この前できなかったから。やりなさいよ。ちょっとそして苔を探してよ、苔を。え、いいね、いけ、魚食え、楽しい、魚食ってくれ、あいつだ。うわ、俺ちょっと遠く行きますよ。いいよ、遠く。ペンちゃんの現象になった、いきなりワープしてきたこっちに。嘘、幽体離脱って言ってたやつ、意味が分かった。あ、分かった。うん、めっちゃトンボいる。え、トムさんこれ今すごいですよ、うん、マジ。あ、今僕、うん、僕視点になってる絶対に。これそんな気持ち悪いの見たくないから、ペンちゃん視点やめちゃう。マジほんとすごいから、めちゃくちゃトンボいますよ今、うん、俺今ちょっとカニと戦ってるから、今トモ視点だな、きっとこれは。
うわすげえ。カニ手に入れた。カニうまそう。カニ食いて。カニ食べたい。カニ茹でですか生ですか焼きですか。いやなんか前僕食べに行った時刺身みたいな生のやつがすごい美味しかったな。俺刺身でカニは食べたことないな。さあそしてペンツさん私の発見。はい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 。カニ足を縦に3つ並べると何ですか。間違えた。斜めに3つだった。え、あ、これはこれはクラブスティック。カニカマだ。カニカマだ。すげえ。カニカマ君にあげよう。カニカマを2個。やったー。カニカマだ。すごい。やばくね。一番文明に近い食べ物見つけたよこれ。すごいですよ。すごいよね。ちょっと人工的な。そう、カニカマ。いやちょっと感動してる。俺この世界でカニカマ食えるとは思わなかった。カニカマっていうとカニが入ってないのか。でもこれはカニのエキスだけかな。カニカマって、まあまあまあ、カニスティック。まあいいや、カニカマでやったね。トモさん今調べたんですけど。何を。そういえば、うん、このハサミはあんま意味なくないですか、うん、いや知らないです。私は効果知らないです。ただレシピを知っただけで。これでモが捕まえられるわけじゃないみたいですよ。どうやってモスが手に入るんだろう。あ、でも何。あ、いやいや、トモさん正解です。トモさんのやつでできるんだ。枯れるみたいですね。あ、そのモスが。そのハサミで。すいません、僕が間違ってた。あ、やっぱり。でもその緑色の何これ。これ、あ、これペンちゃん、これモっぽくない。これどれどれどれ。ほらほら、これモケモ。あ、ダメか。あ、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 モスだ。やった、来た来た来た。それベッド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 。6つ、6つ、6つ、6つ。2個、3個。モスモス。やばい、来た。モスモス来た。こっちの側面にいっぱい生えてる。あ、側面、側面、モス。側面ね。側面、側面、オッケーオッケー。あ、手で、トモさん、トモさん。そうちゃん。トモさん、剣じゃダメ。剣で壊しただけでいいのかな。ダメだぜ。ダメだよ。やめなさいよ。やった、モスだー。やった、7個今持ってます。じゃああと普通に羊毛、それを羊毛の配置でベッド作れば OK みたい。作って、ペンちゃん。木いっぱい入ってるからさ。まず木になる。モス上に、うん、おっできましたよ。ベッドできた。置きますよ。お願いします。多分汚ねベッドだろうけど、なんかすごい自然あふれるこの世界の。はい、おおおでもでもそのなんと言いますか、なんと言いましょうか、うん、でも骨組みはしっかりしてますよね、この木の。しっかりしてるけども。おお、なるほど。ちょっと寝てみていいですか、試しに。お願いします。あ、まだ夜じゃないのか。You spawn has been set to this. あ、セットされたって。寝れないんだこれ。セットされましたよこのベッドに。そういうことか。ここでスポーン地点確保ってことか。なるほど。寝れるわけじゃねえんだ。まあいいや、寝ないなら寝ないで。それはそれでいいや俺は。人としていいや。じゃあ拠点作りますか。はい、拠点作りましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。赤髪の友のチャンネル登録は左、そして僕のチャンネルは右、再生リストは真ん中になります。ぜひチェックお願いします。バイバーイ。バイバーイ。